Ay, me duele mi pierna porque fui a dentista con caminando por nada. ¿Por qué? Porque mi cita era mañana. Hola, ¿qué tal? みなさん、こんにちは。スペイン語会話、アミーゴスのゆかりです。今日、歯医者の予約が入ってたと思ってたんですけど、今、明日の予約と間違えてて、今日行っちゃって、で、歩いて行ってきたんですね、1時間ぐらいかけて。なんか天気もいいし、そんなにもう秋なので暑くないし、歩いて散歩がてらいいかなと思って行ったら、そうしたら予約が入ってないとか言われて、しないでバス代使うのもったいないなとか思っちゃって、そうしたらまた帰りも歩いて帰ってきたらもうすごく疲れちゃって、で、このビデオをまあ撮ろうかなと思って今撮ってます。これは結構よく使うフレーズなんですけど、その場所に行ったけど、でも何にもしないで帰ってきちゃった。Yo fui por nada って言います。メキシコでは予約とか約束とかしてても結構約束してた人がいなかったりとか、あと予約してたのにそんなの知らないわって言われたりとか結構多いんですね。で、もう本当に時間の無駄なんですけど、行ったのに帰ってこないといけなかったとか、あと予約したのに全然予約が入ってなくってとか、家を引っ越してそれでインターネットつなげようと思ったのに、全然テクニコってなんだ、技術者の人、なんかつなげてくれる人いますよね。その人が来ないとか、もうよくあるんですよね。だから、Yo estaba esperando por nada とか、言ったりします。なので、por nada、よく使うので、ぜひ使ってみてください。